セネターズは、カナダ・オンタリオ州オタワを本拠とした、ナショナルホッケーリーグ所属のプロアイスホッケーチームである。歴史的に見ると、オタワ・セネターズとは次のチームの総称である。1901年から1934年まで、ニャー、NHL 等に所属した、チーム1934年から1955年まで、 QSHLQHL に所属したチーム1992年に創設され、NHL に所属しているチーム以下、1を旧セネターズ、3を新セネターズと略記し、本校では主に新セネターズについて記述する。なお、英語版ウィキペディアにおいては、旧セネターズをオッタはセナターズで、新セネターズをオッタはセナターズで扱っている。 なお、1909年シーズンのみ、FHL に参戦したチームについては、オッタワ・セナターズを参照のこと。ホッケーの歴史を研究する者の,の多くは、1901年から1934年まで、オタワにフランチャイズを置いた旧オタワ・セネターズを、ホッケーで名機における最も偉大なチームとして、認識している。チームは、コルャ NHL に参戦し、当時はまだ、 チャレンジトロフィーであったスタンレーカップで合計9度の優勝を遂げた。チームは複数のニックネームがあったが、チーム史を通じて最も一般的なのはセネターズである。チームの在籍選手を語ることはそのままホッケーの伝説を語ることとなり、フランク・マギー、キング・クランシー、ハリー・ウェストウィック、ブルース・リドパス、クリント・ベネディクト、アレックス・コーネル、フランク・ナイバー、 最でニ位を始めた数の選手がいた。1930年代に在籍した選手は、荒たホッケーの伝道入りを果たしており、チームが最後にスタンデーカップ決勝進出をした1926から1927シーズンまでに、組織化されたホッケー界の、あらゆるチームの中で最も多くのカップ獲得、勝利数、リーグチャンピオンとなり、また、最多の伝道入り選手を輩出した。 旧セネターズは、ニャー、NHL 双方のリーグの創設メンバーであり、NHL に加入してからは、西ブリーグのチームと戦って4度のスタンレーカップを獲得した。なお、1927年のスタンレーカップ決勝、タイボストンブルーインズ戦以降は、NHL はカップを優勝チームのみに授与することとなった。 小規模市場のフランチャイズという言葉は、決して新しい言葉なのではなく、NHL における最小の市場として、1927年頃から、オタマはリーグからの財政的支援を求めていた。チームは徐々に、スター選手を他チームに譲としており、世界大強行に伴うストライキの折には、スーパースターで、ディフェンスのキングクランシーを1930年当時、 破格の3万5000ドルで売りに出した。それでも十分とは言えず、1932から1933シーズンには、フランチャイズでの業務活動を一時休止した。その後のシーズン、セネターズは活動を再開するが、有力選手にとかいたために、オタワにおける残り2シーズンをみじめな成績で終えることとなった。こうして、 かって一大勢力を誇ったフランチャイズはセントルイスに移転することとなり、旧セネターズは最後の1934から1935シーズンをセントルイスイーグルスの名称で戦ったのである。この旧セネターズは新セネターズとは一応関係のないチームとして位置づけられる。ただし NHL の発行した新フランチャイズの証明書にはフランチャイズ権の 最重要であると宣言されている。NHL は1992から1993シーズンにリーグ加盟チームの拡張を計画したが、競合するいくつもの候補地がしのぎを削った。これに先立つ1989年からチームのオーナー、ブルース・ファイアストンは旧セネターズ最後の生き残りであるフランク・フィニマンを全面に押し立てて、精力的な招致運動を展開した。 これにより、申請、セネターズは2つの枠のうち1つを見事獲得し、1992年から NHL に参戦することとなった。セネターズのクては、ある意味で1か8かの大爆地とも思われるもので、間もなくチームの財政的な問題が表面化した。ファイアストンは、加盟金5000万ドルを調達するために借金を、するといった問題を抱えていた。また、 チームの管理部門は、新スタジアム建設のための資金繰りをどうするかで、数年間頭を悩ませ続けた。チームは、オンタリオ州政府から、新たなインターチェンジ建設のための資金拠出さえ、断られるなど、政府からは、何の財政的支援も受けることができなかった。1993年8月17日になって、借金の返済期限を守れず返済の見込みが立たなく、なった。 ブルース・ファイアストーンはオーナーを辞任。チームはハイテク企業の大建物であったロット・ブライデンが引き継いだ。この1年後、ロット・ブライデンはパラジウムと呼ばれるアリーナ建設のために1億8800万ドルの資金調達を行った。このスタジアムはよくデザインされたアリーナとして広く認められる一方で、建設が始まってからずっと交通の便が悪い点を批判されてきた。 このアリーナは、オタワからはるか西の郊外にあり、オタワの東部や、歌上などから長時間かかる。また、試合がある時には、頻繁に交通渋滞が起こる問題があり、前述の問題と、相まって、試合終了後の縮小ムードを維持するのを困難なものとする場合がある。また、タンパベイライトニングと共に、スター選手を書くために広告宣伝活動があまり、上手とは言えないということもある。 新、セネターズは NHL 第1戦目をプロホッケーのアリーナの標準としては小さい、収容人員9862名のオタワシベックセンターで戦い、モントリオールカナディアンズ相手に5対3で勝利を収めた。痛ましいことに新チームが活動を始める前に招致に尽力したフィニガンはこの世を去った。この初戦のカナディアンズに対する勝利が新チームにとって 最大の栄光の瞬間であったといえ、1992から1993シーズンにはリーグ最多の70敗を喫し、この後も数シーズンにわたって苦難の童貞は続いた。1995から1996シーズンの1月には、新・セネターズにとって大きな2つの出来事が起こった。一つは、ジャック・マルタンがヘッドコーチに就任したこと、もう一つは、 新アリーナへの移転である。この18,500席を有するパラジウムはオタワ郊外の彼方にある。この年は凡庸な成績しか残せなかったセネターズであるが、これから目を見張るような転換を見せるようになった。スウェーデン人 FW のダニエル・アルフレッドソンは新セネターズ初のカルダー記念賞を受賞した。そして1996から1997。 シーズンには初のプレイオフ進出を果たす。また、翌1997から1998シーズンには第6戦でニュージャージーデビルスを下してプレイオフ初勝利を挙げた。1999から2000シーズン期間中、チームとアレクセイヤシンの契約をめぐるトラブルは暗章に乗り上げた。ヤシンはシーズンを通じて契約を保留し続けたが、この時は セネターズでもう一年プレーする義務があるとの裁定が出た。レギュラーシーズンではチームは93ポイントを上げ第2位となったがプレーオフではトロントメープルリーフスに2勝4敗と早々と姿を消した。野心は2000から2001シーズンもセネターズでプレーしたが2001年の夏にニューヨークアイランダーズにトレードで移籍した。この時の交換条件は選手が ジノチャラ及びビルマ・コールトにアイランダーズのドラフトにおける第1、第2順位の指名権であり、セネターズはこの権利をジェイソン・スペッツアー獲得に使用した。このシーズンはまたもプレーオフ第1ラウンドでメイプルリーフスに敗退する。このシリーズではメイプルリーフスのゴーリー、カーティス・ジョゼフに得点を阻まれて4連敗といいところ、なく終えた。2001から2002シーズンは 94ポイントを上げ、第3位につけた。プレーオフでは、フィラデルフィア・フライヤーズに勝利し、チームは、プレーオフでの2勝目を挙げたが、またも7試合の末に、宿敵メープルリーフスに黒星を喫した。セネターズは2003年1月9日長年にわたる赤字累積により破産宣告の申請を行った。その後も、NHL からの緊急財政支援を受け、 レギュラーシーズンでの対戦は継続された。こういったリンク外でのトラブルにもかかわらず、2002から2003シーズンには113ポイントの成績を残しリーグ最高成績を収めたチームに与えられる会長賞を受賞している。そしてプレイオフではニューヨークアイランダーズ、フィラデルフィアフライヤーズを連覇したが、スタンデーカップ決勝進出を目前にして、 ニュージャージーデビルスの前に涙を飲んだ。2003年9月にチームは医薬品メーカーのユージーン・メルニーク社に買収された。新、セネターズは創設来毎年プレイオフ進出を果たしているが、その成績はあまりかんばしいものと言えない。中でもメイプルリーフスには3年連続で敗北を喫しており、両チームのライバル関係に拍車をかけた。 さらに、2003から2004シーズンのプレイオフでは、過去5年間で4度目となる対メープルリーフス敗北を重ね、セネターズには、このオンタリオ州に本拠地を置くライバルに対する勝利を求めるプレッシャーが強くなった。この敗北から2日後、コーチのジャック・マルタンは解任された。マルタンは、セネターズのコーチを8年半務め、多くの者から尊敬を集め、 レギュラーシーズン341勝255敗96引き分けを記録し、8度のプレイオフ進出を果たし、多くの者からセネターズをリーグ屈指のチームとする、コーチとして期待をされた。しかし、プレイオフ12戦で8敗の成績から、チーム首脳部は、新コーチの招聘を決断したのである。こうして2004年6月8日、ブライアン・マリーが、 チーム第5代のヘッドコーチに就任した。その後2004年から2005年の NHL ロックアウト終結後の2005から2006シーズンはデトロイトレッドウィングスからフリーエージェントで獲得したドミニク・ハシェックやマリアン・ホッサラを放出して獲得したダニー・ヒートリーなどの活躍でカンファレンス1位を獲得した。しかしプレーオフではあっさりと負けてしまった。 2006から2007シーズン前にはハシェックなどが抜けて、大幅戦力ダウンと言われたものの、スタンレーカップ決勝まで進出、アナハイムダックスに1勝4敗で敗れ去った。ありがとうございます。